はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はスイカゲームね、やっていこうと思います。ということで、ね、行ってみましょう。行け、さあやっていきましょう。お、ここまではまあ割と綺麗な感じかなというところですが、なるべく背の順でねやっていきましょう。あっと、危ない落とす位置が下手くそだったね。まあ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 、とはいえほぼ現状は背の順維持ですね。これはまあちょっとグレープ間になっちゃうけど、ここに置いて、まあチェリー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 と、そしてリンゴにする。これちょっと悩ましいな。こっち置いとくか。いちごか。いちご一旦こっち置いて、ちょっとこれ端っこくっつけて柿にしちゃいましょう。で、チェリーはくっつける。で、くっついてから上にチェリー置いときましょう。で、これ、そうか。グレープの上にさっきのいちご置いといてもよかったんだな。一旦なしにする。で、ここくっつけてオレンジできて、で、こっちもくっつけて、グレープにしてから、いちごいちごいちごと落としていきましょうか。まあ、次もいちごか。ちょっと待って、どうしよう。これこっちでくっつけちゃうか。オレンジ祭り、ちょっとこっち置いて、間のやつからくっつけましょうか。オッケー。で、間のやつをリンゴにすることで、まあ、ほぼほぼすくい上げていきましたかね。で、次が柿なので、まあ、こっちでくっつけていきましょう。オッケー、パインまで来る。さあ、そうしたら、リンゴにして、これは、どうすかな？ちょっと一旦ここに置く。で、これくっつけて柿。で、くっつけて、次がグレープだから、一旦一応こっち置くか。で、くっつける。ちょっとこれはこっちでくっつけて、で、グレープだから、ここでリンゴまでしちゃいましょう。これは、ペンパイナッポアッポーペンの構えか。で、こっちを梨に変えておく。ちょっと間のチェリー、ちょっと前、でも、いっか、下だから。で、これ、いちご一旦置くとこないからこっち置いて、ここくっつける。で、次もいちごだから一旦これグレープにして、むむむむむ、ちょっと待って。どうしようかな。これ吹っ飛ばされてそこに行くでしょ。それちょっとなんか落ちると嫌な位置なんだよな。次チェリーだった時のためにここに置くか。あ、オッケー。これだったら一旦こっち置いて、ここグレープにする。で、これオレンジになる。で、ここくっつけて、こっちも梨にしちゃいましょう。さあ、そしてだ、間に挟まりそうなのはないから、一旦グレープこっち置いて、ちょっとチェリー嫌な感じだが、こっちに置きましょうか。で、これくっつけとく。これだったら、まあ、ここ、あ、どうだろう。これ押したらくっつくかな。押したらくっつくなら、ここ押して、オッケー、リンゴまでする。で、こっちもリンゴまで、あ、落ちちゃうね。まあ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 、いちごいちごだからここでぶどうを作って、ちょっとこっちかな。で、これオレンジになる。あ、ならない。いやー、ちょっと今お好きだったけど、越せてないね。まずい。一旦ここでくっつけましょうか。オッケーオッケー。まあなんか弾き出して何か起きるだろうと思ったけど、まあでもそっか、ここでリンゴができちゃうか。となると、これ上乗らないんだよな。ちょっとここに、ああ、間に入る位置に来ちゃったかも。まあ、ただ、ね、右側がこれで処理できますね。そのイチゴよ。そのイチゴちょっと嫌なんだよな。これくっつけとく。お、回収できたか、これなら。OK。ただ、ちょっと、メロン、ちょっと柿邪魔だな。柿が今度は邪魔になる。柿が今度は邪魔になるね。ちょ、リンゴになった時に移動してくれないかなと思ったけどくれないね。ちょっと待って、これここあっ違った。ちょっとね、今思ってたことと違う動きになっちゃったな。まあリンゴがね、落っこってこないかなと期待してたんだけど、そういう風にはすみませんでしたね。しょうがない。これはリンゴの上育てるか。
でそれはそれとしてこっちもくっつけていこうと思ったけどくっつかないな。それも、うん、転がってくれないか。転がってほしかったんだけど今のは。まあしゃあないね。なかなか思い通りにいかないね。そしたらこれ一旦なしにするか。なしにする。しかしあれだな、間に挟まったやつすくい上げるどころかどんどん大きくなっちゃってるから、全然桃と桃が接近しないな。悲しい。あ、そして新たな小物が入る。そうなっちゃうともうダメだよね。どうしていいかわからなくなった。おっと、なぜかパインができる。ちょっと待って、思ってたのと違う動きだけど、結果的にはパインが作れたわけだからいいのか。いいのかもしれない。でここ一旦オレンジ置く。でまあしょうがない、そこに、うーん、でもそっか、ちょっとそれも間入っていきそうでやだな。リンゴ作る。これ一旦イチゴここ置いて次のチェリーくっつける。でここくっついてリンゴ、まあ、次グレープだからここくっつけるか。でこのチェリーはどこに置く。これ間落ちてくれるんだったらここの方がいいかぐらいに思っちゃうんだけど、ここちょっと間に入らないね。あ、でもこれ OK、 間落ちるでしょ。あれ、そこに挟まるのだけはダメだろ。下に落ちてくれるんだったらいいかと思ってそこいたのに、なんてことだ。ちょっとやだね。どうしよっかな。まあ、これ一旦柿にする。これチェリー落ちてくっついてくれないか。くれないな。しょうがねえ。これ一旦なし。で、これくっつけてリンゴまで育てる。で、あのイチゴ回収したいんだけどな。ちょっと待って。グレープ。あ、でもこれくっつけちゃうと、くっつけちゃうと余計回収困難か、これ。まあ、一旦次が柿なのが見えてるからこうしちゃうけど、あー、メロンまで行った。なるほどな。まあなんかうまいこと言ってくれっていう風に投げたのがたまたまうまくは言ってるけど、うーん、しかしちょっとまだゴールが見えないね。ゴールというかとりあえずスイカをゴールとして、次はだからもう一個パイン作ればいいんだよね。要はもう一個パイン作ればゴールというわけだから、まあ一旦ここ柿にして、ねそうだな、ここオレンジにしとくか。でチェリーは一旦置く場所ないからここか。しょうがない。置く場所がないからちょっと右端に置いて、でここ一旦くっつけて梨まで行って桃だから、この桃の上に、上というか隣接する場所にもう一個 桃ができればいいわけだが、さあ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 、まずはこっちをリンゴにする。おっと、跳ねてしまった。ちょっとこれはなんかあれか、まずかったな。めちゃくちゃまずかった。パインと桃の接点がなくなっちゃった。これはちょっとマイナスだな。思ってたのとだいぶ違う。これもう一回そっち行って、おしよしよしよし、今のは割と、理想通りの感じですか。まあこれもね、梨の隣梨できれば桃になった時に上から桃落ちてきて全部くっつくから悪くない気がする。これは一応こっちか。うん、あ、これ梨できて、ちょ、また桃吹っ飛んでくから桃戻ってくれ。桃は頼むから、もう OK、 よし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 。まあなんかゴリ押しでできましたね。うまくスイカになった。ただ下がちょっと散らかってんだよな。まあ、下散らかってんのはしょうがないか。どっちにしても浮くからな、結構。スイカ軽くて。スイカ軽くてよく浮くから、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけどね。さあ、これは、梨まで行った。で、また改めて、ここの上にいろいろ置いていきましょう。まあこれグレープの上にイチゴ、置いていく。
で、ここに柿置いたら、これくっつける。あー、でも落ちてこないか。転がって欲しかったな。そうね。あー、これちょっとイチゴ転がっちゃうな。イチゴは転がって欲しくない。あ、大丈夫だった。じゃあ一旦これくっつけて、あ、そっちをくっつく？ちょっと今、下とくっつくと思ってたから、いやー、それは良くないなー。あ、でも、OK、結果オーライ。でも、イチゴがやっぱり挟まった。そのイチゴそこに挟まるはね、全然想定してなかったけど、まあ、なって欲しくない変化だよねっていう。これちょっと邪魔だね、イチゴ。どうしよっか。困ったなー。これ一旦リンゴ作る。で、リンゴの上に柿を置いたら、まあでもこれで梨にして、もう下の梨くっつかないから、少しでもスコアを伸ばすって意味では上で梨くっつけるかって話になるけど、まあそれでもちょっとグレープが邪魔してんだよな。グレープが邪魔してるんだよな。あ、押せた。まあただ下の梨完全に回収不能になったね、これで。もともと回収不能だったけど、より、より深く入ってしまったみたいな、ところですね。そしてこれ全然くっつかねえな、この二つ。くっつけて押してんだから。ひどい。ひどいくっつかなさだね。もうちょっと素直にひっついてほしいところだが。はい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 。まあ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 、よしよしよし。チェリー挟まってんのが嫌だね。ただし、チェリーが挟まる。そしてこれもくっつかない。はい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 。パインまでできるか？パインまではできるかと思ったけど、でも、落ちていかないな、これ。チェリーも挟まってるからね。ここを育てちゃうと逆に大きくなって溝が深まるばかりだもんね。吹っ飛ばしてそっちに行ってもね、このリンゴが結局、このリンゴが結局なくならないからね。そうなるとちょっとダメだよな。あ、これ、うわ、乗らないか。あ、ダメだ。それはちょっとまずいぞ。あ、でもチェリーチェリーここで消してもなんとかなる。あ、オッケー。とりあえず梨になった。これリンゴの上、これを一応梨にして、くっつかないんかい。あ、落ちる落ちる。オッケー。これ梨になるでしょ？で、梨の上でもう一個リンゴが仮に作れれば、リンゴ、そうだね、これ桃になればまだ続く。ここ乗らないよな。乗ればいいんだけどね。乗らないのでしょうがない。柿待ちましょう。柿待つしかないね。ちょっと待って。イチゴ置けるとこもなくなっちゃった。柿を待ちましょう。オッケー、柿来た。これで、なるべくこっちでくっつけて、あ、オッケー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 。パインになる。さあ、ただ、ここまでの命か？なんか、ここまでの命という気もしてる。ここまでの命という気もしてるね。はい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 。まあ、一応、この上に置いて、まだ生きてる。まだ生きてる。まだ生きてるけど、そうか。それとそれくっつかねえのか。絶望だな。あ、くっついた。まだ置ける。チェリーは無理だな。チェリーはここに置くしかない。で、これくっつくと、いやー、それ柿と柿くっつかないんだ、どこも。マジか。あー、無理。これは終わった。うわ、なんだよ。次柿だったら、まあでも跳ねるな、どっか。あ、でももうちょっとで3000だったじゃん、今回。マジかー。はい、ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。